こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは安くキャンバスを作る方法を実際にキャンバスを作りながら説明したいと思います。この方法はすごく手間がかかるんですが、大きいものになると経費を削減できることになりますね。その代わりちょっと時間がかかります。大きいキャンバスならいいんですけど、このぐらいのキャンバスですと買っちゃってもそんなに値段は変わらないと思います。用意する道具とか材料なんですが、下の概要欄に載せておきますので、よかったら参考にしてください。こういうキャンバスを作るんですが、4つの工程がありまして、工程1が木を切る、工程2がこの切った木でこの枠の部分ですね、作っていきます。それから3がキャンバスを枠の部分に貼って、で工程4でここにジェッソという下地剤を塗って出来上がりということなんですが、では工程1から数日前に撮った映像なのでちょっと古臭いです。似たような長さの木がちょっといっぱいあるので、これらをこれから切ってみようと思います。1つの枠を切るのに4本必要になります。キャンバスを作るときは額に入れたりすることを考えて、規定のキャンバスのサイズに切ることにしています。とりあえず用意するものは木と定規と45度を測る定規と鉛筆、書けるもの、ペンでも何でもいいんですけど、書くものです、線を引くものですね。でまずは長さを測るとだいたい36センチなので、333ミリ ×333 ミリっていうのが S4 号の大きさなので、333ミリを4つ作ることにします。ここが333ミリ、線を引いてここですね、こちらもうちょっとでかな、で45度に測ります。反対側にも線を引いておきます。まだ3本あるんですけど、線を引くのはこの1本です。木を45度に切るのはこの電動のチョップソーを使います。で45度に切っていくんですが、この角度調節の目盛りのところを45度よりもちょっときつく設定することにしています。なぜなら45度ぴったしだと角が合わなくなっちゃうことがあるんですよね。角度を設定したらまず1回目切っていきます。手を切らないように気をつけましょう。で反対側も切っていくんですが、で裏表に線を引いたのは表だけだと角度を間違えちゃった時にこうやって裏にすれば済むことなのでそうしています。で2本目切る時にこうやって重ねちゃってるんですけど、そうですね、これ別に片方目、一片方目はこうね重ねなくてもいいんですよね。で反対側を切るときは重ねた方が良いですね。で長さが分かるのでこういうふうに重ねて切ります。でこの45度に切った部分をしっかり重ねて同じ長さになるように切っていきます。でこの要領であと2本木を切っていきます。2本目であと3本目、4本目ですね。もちろんこうやって重ねて切っていきます。で今回は正方形のキャンバスを作るので4本同じ長さで切っていきます。そしてこれをまた繰り返し繰り返しやって、同じことを繰り返してそれでできていきます。電動なのでとても助かっていますが、これ手で切ると結構もっともっと時間がかかって疲れます。さて今度はこの木を止めていこうと思うんですが、この角を合わせて四角く作っていきます。でこれから使う道具はクランプと
電動ドリル、ネジを何本かと木工用ボンドです。クランプなんですが、これはあの金属製なんですけど、こういうプラスチック製のやつもあるんですけど、プラスチック製ってなんか滑りやすくて私今全然使ってなくて、あの金属のものを使っています。ドリルとネジなんですけど、私がネジを使っている理由は解体するときに外しやすいということですね。釘でやっても効果は変わりませんので。このドリルなんですけど、ネジを止めるのと小さい穴を開けるやつと両方使います。今度はこの板の裏と表を決めていくんですが、ちょっとポイントはキャンバスが当たる部分がデコボコだったり、なんか凹凸があったりして、あの突起があるとキャンバスのところにその突起が出てデコボコのキャンバスになっちゃうので、その点を気をつけるためにそういうふうに合わせていきます。キャンバスの向きが決まったら、今度はクランプで90度に固定していきます。で、固定する前にしてなきゃならないのは、木工用ボンドをつけてそれから合わせないといけませんでしたね。で、木工用ボンドをつけたらクランプで留めていくんですけど、この時気をつけるのはこのキャンバスの角ですね。角がしっかり合わさっていることと、もう一つはキャンバスが当たる部分、木と木が合わさった部分に段差ができないようにすることです。段差ができるとキャンバスのところに段差が出てしまい、デコボコのキャンバスになってしまいます。で、クランプで固定した後はネジを止める前にこの穴を開けるドリルで2つ穴を開けていきます。穴を開ける理由なんですが、ネジを入れる時に木がパリンって割れちゃう時があるので、一応穴を開けて、穴を開けることによって板が割れるのを防ぎます。で、ちょっと慎重になってちょっと長い時間かけてウィーンってやってますけど、で、これ細いドリルは折ってしまったことがあるので結構慎重にやっています。穴を開けたら、今度はこのドリルでネジを止めていくんですが、ネジは2本、長いネジと短いネジを使います。そしてネジの長さを、ネジの長さと位置を決めるのに、こうやって原始的に当てて、で、あの測って、だいたいこんなもんだなーっていうところにやるんですけど、1本目のネジはほんと短くていいと思うんですね。で、ある程度止まっていれば、で、2本目のネジである程度止めるんですけど、木工用ボンドだけでも結構強力なんでくっつくんですけど、万が一落としちゃったりした時にパーンってあの割れちゃったりするんで、ネジがあるとかなり丈夫になるのでネジを入れています。で、2本あると歪まないで、ひねった時に固定してあるんで、あの歪みの防止にもなるので、こういう風にやっています。先ほども道具の説明の時に言ったんですけど、木がパーンって割れちゃうことがあるので、ネジは私はなるべく細いものを探して選んで使っています。で、2つ目を固定するときはまた同じように L 字を2つ作ります。なぜなら2箇所止めると、3つつなげるとコの字になるんですけど、この字になった時にちょっと歪んで、4つ全部つける時にちょっと歪んだキャンバスになってしまう時が、私失敗して何度かそういうことがあったので、L 字を2つ作って、それでくっつけるように4つくっつけるようにしてたんですけど、してるんですけど、これこの字で作った方がやりやすい人がもしいたら、それでも間違いじゃないし、どういうふうにやっても最終的に四角くなればいいと思います。で、2つ目も1個目同様、角をちゃんと合わせて、で、重なった部分が段差みたいにならないように
平らにするようにします。で、2つ目ちょっと斜めにネジを入れてっていうのが分かると思うんですけど、斜めにしてもまっすぐ入れてもしっかり木が止まればどっちでもいいと思うんですけど、斜めにした方がちょっと短めのネジで届くので、たまにそうやったり、私の場合いい加減にその時によって変えています。で、今度は L 字を2つ合わせるとこういう最終的な形になるんですが、で、片方を止めるんですけど、のり付けの時に全部3箇所目と4箇所目全部のりを最初につけておくことですね。そうすると3つ目止めた時は4つ目のところにのりをのり接着剤を入れていく隙間がないので、最初に全部接着剤をつけてしまいます。で、もう一つの注意点はキャンバスに当たる部分ですね。それが凸凹になっていると、キャンバスが凸凹になってしまうと最初にお話ししたんですが、その凸凹になってない表っていうかキャンバスに当たる部分が全部4つの木が凸凹じゃないかどうかということをしっかり確認してから固定するということが大事です。こうやっていつも私床に座って作業してるんですけど、このあと別のキャンバスを椅子に座って机の上に置いてやったらすごい楽で、で、しかもなんか固定とかもしやすかったので早く作業をすることができました。で、今度はキャンバスを貼っていきます。この作業で使うのはこのストレッチャーバー、今作ったやつですね。それからキャンバスですね。それからこのステープラーガンです。それからハサミです。キャンバスの大きさを決めるのはステープラーを止めた時にキャンバスを枠に折り込むんですけど、そんで折った時にちょうどいい長さに切ります。キャンバスを切ったら今度はステープラーを止めていきます。真ん中を確認するんですが、その理由はステープラーは真ん中から止めます。そして反対側も対角線上に止めていきます。その時にまた真ん中をやるんですけど、キャンバスを引っ張りながらキャンバスがピンと張った状態でステープラーをはめますが、そのピンと張る強さなんですけど、強すぎず弱すぎずという感じでやります。それも反対側3箇所目4箇所目も同じようにピンと張りながら真ん中に止めていきます。今度は角なんですけど、まあ適度な力で引っ張りながら角をまとめていくんですが、こうやって四隅に折り込んで、折った後にこの折り込むんですけど、ちょっと45度に折って、で、綺麗にそこの角が合うようにこのキャンバスを折って、で、こういう風に巻き込んでいきます。ちょっとやりづらいんでやり直します。で、折って、で、裏にこうやって折って、そこにステープラーを止めます。で、このステープラーで止める作業を4箇所同じようにパチンパチン、折っては止めて折っては止めてと繰り返します。そしてこの折り込んでるビラビラのこの布の部分なんですけど、キャンバスの表からこの部分が見えるような留め方をすると汚いので、ちょっとこの見えないように綺麗に折って、それからステープラー止めをするようにするといいと思います。あと、この折り込んだ部分なんですけど、これ折ってなんか45度ぐらいの部分がこういうふうに見えるんですけど、この部分、このここともう一個のこっち側の部分ですね、同じ向きで折り込んであった方が綺麗なので、
こっち側の側面で反対側の側面統一して折り込みが見えた方が綺麗にできます。今度は余った部分をステープラーでバチバチ留めていきます。その間隔なんですけど、まあその時によって幅の位置を変えちゃったりするんですけど、だいたいこの大きさだったら真ん中とこの端っこの部分、さっき角止めた部分ですね、そこに2つぐらい打ち込むような感覚で私は打っています。たまに1個ぐらいの感覚で打つ場合もあります。はい、こんな感じでとりあえず出来上がりました。はい、キャンバスを貼りました。今日は下地材はジェッソというものを使います。で、使うものはジェッソですね、それから筆ですね。これあんまりこんな大きくないんで、こんな大きな筆はいらないかもしれないんですけど、大きい方が早く終わるんでこれにします。このハケ、筆、ハケを洗うお水を用意しました。猫キャンバス踏まないで、ごめんね。ちょっといい、ちょっとこれをよく振って混ぜます。で、パレットに開けて、このジェッソは水に溶かないでやります。で、このジェッソは私のはこれはアクリル用だと、ジェッソはアクリル絵の具用だと1回だけ塗るんですけど、油彩絵の具に使うときはこれを3回繰り返し3コートします。キャンバスがジェッソを結構吸ってしまうので、ちょっと多めにジェッソを使ってしまうんですが、2回目はこれ下地材なので2回目はスムーズに、2回目3回目はもっとスムーズに塗れます。で、ジェッソをつけるとキャンバスがピシッと縮んできます。まあアクリル絵の具用でも3回塗った方が1回塗るよりも良いかもしれないですね。なんかその時によって2回塗っちゃったりとか適当なことをやってますけど、大体いつも私3回塗ります。これアクリル絵の具用でも3回いつも塗っています。大体で、この側面なんですけど一応塗っちゃいましょう。この側面は額に入れない場合、ここに色を塗ると飾るときに綺麗だったりするので、で、色を塗るからには下地材もあった方がいいかなーなんてここなんですね。あ、色を塗るからには下地材もあると良いし、あとはここをこうギリギリのところをこうやって脇塗らなくても、ここの角のところを結構重要だと私は思います。こんな感じで乾かします。で、ここは3回コーティングするって言ったんですけど、ここは私1回しか塗ってません。まあ3回塗ってもいいと思いますけどね。あ、ジェッソは乾くともう固まっちゃうんで水に入れときます。さて、今度はまた2回目のジェッソを塗っていきます。1回目に下地材のジェッソを塗ったので、2回目は早く塗ることができます。1回目はキャンバスがジェッソを吸っていたんですけど、その吸われることがないので時間もなんかスッ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 と割と早く塗っていきます。で、ジェッソ気をつけなければならないのは厚く塗りすぎなんですね。厚く塗りすぎるとパリーンって乾いた時に割れやすくなります。ひびが入るって感じですかね。というわけで塗る時も結構伸ばすような感じで
塗っています。で、2回目3回目のジェッソを塗る前、キャンバスが乾いた状態の時に紙やすり、すごい細かい紙やすり320番ぐらいかな、あれですごいスムーズにしてからまた塗ってっていう作業を繰り返すところなんですけど、今日はうちに紙やすりがなかったので紙やすりは使いません。で、これ2回目のジェッソを撮影してるんですけど、3回目はもう全く同じ作業なので3回目の映像は省略させていただきます。それから今日雨が降っててジェッソ乾くのがすごく遅くて、天気によっても乾く時間って変わってきたりします。プリジェッソっていう最初からジェッソが塗ってあるキャンバスがあります。それをちょっと貼っていこうと思うんですけど、画材屋さんに行って普通布だけのキャンバスとジェッソを2つ買ったとしますよね。その値段とプリジェッソのキャンバスを買うのと、ちょっとお店によっても商品によっても違うと思うんですけど、そんなに変わらない気がするんですよ。なので私はいつもプリジェッソを使っていますが、やっぱりこれジェッソ塗ると乾かしながら3回塗って時間も手間もすごいかかるので、でジェッソ乾かすのに複数のキャンバスを置くスペースとかも確保しなきゃないし、多少高くてもプリジェッソを私は使います。で、昔アメリカに住んでた時はプリジェッソの方が高くて、安いジェッソと安いこういうキャンバスを買った方が、何も塗ってない安いキャンバスを買った方が全然安上がりだったので昔はそうしてたんですけど、日本ではなんかまあ値段変わらないんで、もう時間の方がもったいないなって今思っています。ちょっとプリジェッソを貼る時の注意があるのでちょっと貼っていきましょう。凸凹のある方、段差がない方の面をこっちに向けます。で、折ってちょうどかぶさるぐらいの長さにします。で、真ん中にステイプラーを止めていきます。で、ここでの注意点はプリジェッソしたキャンバスは硬いので、こうやって引っ張るときにちょっと力が必要になります。で、キャンバスをたるませないように。で、ジェッソの場合は多少たるんでてもジェッソ塗るとキャンバスが縮んでくるんです。キャンバスが縮んでくるのでそれを防げてたんですけど、プリジェッソはそうもいかないですね。これさっき言ったんですけど、出っ張ったところはハンマーでぶったたいて平らにしましょう。で、ここの角、ポインターさっきと一緒です。なんだけどこれはさっきのスペラのキャンバスよりも折れやすいですね、プリジェッソのが。で、私は未だにジェッソを塗るのは布、なんかそういうなんかリサイクルの布とか、なんか余った布とかカーテンとか塗るのに、カーテンとかキャンバス地のカーテンとかそういうので、そういうのがいっぱいあったのでジェッソつけたり、あとは結構リサイクル素材を使うのでジェッソを未だに使ってます。どのぐらいの時間がかかるかは多分個人差があるので何時間かかるとかって言えないんですけど、目安としては月1回とか、これ作ってやってた時は3日間の工程で、木を切るのにまあ丸1日かかって朝から晩まで、でもその頃はこの手動で、このノコギリじゃなかったんですけど手動でやってたのですごい時間がかかって、電動にすると多分20個ぐらい作るんだったら、私だったら丸2日ぐらいかかっちゃいますね。で、今日枠を組み立ててキャンバスを貼って、
そのうちの2つにジェスト塗って、あと3つはプリジェストのキャンバスを貼ったんですが、今午後2時45分ぐらいなんですけど、もう朝の多分9時半とか10時だったかなぐらいから始めてるので、ジェスト乾くのもあったりとかあったんでなんですけど、5時間ぐらいもう経っちゃってるので、で実はまだ終わってなくて、これもう一回ジェスト塗らなきゃないんで私はこのキャンバスの作業がそんなに好きじゃないので、自分で絵を描くためにキャンバスを作るということはするんですけど、もし人に頼まれてキャンバスだけ作ってくれって言われてもちょっとお金もらってもあんまりやりたいことじゃないですね。なのでお願いなので、そんなことは頼まないでください。というわけで今日は安くキャンバスを作る方法でした。この動画が少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。